ロッサのブラッツはイタリアの俳優、エミリア・ロマーニャ州ボローニャ出身。4歳の時にボローニャからトスカーナ州フィレンツェに移住し、サンマルコ大学に進学する。学生時代に演劇に関心を持ち、大学卒業後、弁護士事務所に勤務していたところを認められ、舞台に出演する。その片荒で、ラジオやアメリカ映画のイタリア語版吹き替えの声優として活躍する。 1939年にイタリア映画で映画デビュー。1942年に主演した我ら生きる者の,のヒットにより一役スターとなったが、その後反ファシストのレジスタンス活動に加わり地下に潜伏。1947年に渡米し、マービン・ルロイ監督の若草物語に出演するが脚光をあまり浴びず、気する。その後、再度渡米し、 裸足の白尺夫人に出演して再出発を果たし、以後、ラテンラバーとして、旅情や愛の泉などに出演して人気を博し、国際的に活躍した。ちなみに、ゴッドファーザーのビトーコルレオネ役のオファーが来たが、断っている。ありがとうございます。